戻った。めっちゃ最初カクカクしてたけど戻った。大丈夫でした。え、そう、最初ね、なんかね、止まってた、アイさん。ほんと？え、そう、なんか消えた。今動き始めた。そう、動き始めた時間。動き始めた時間。うん、動き始めた、動き始めた。私たちも動き始めたような。時を戻そう。時を戻そう。あ、見えてるって。日曜日。見えてるって。なんかさ、顔白い？なんか、嫌だな。なんか、元気なさそうな顔の色してない？誰がイさん？うん。うん。そんなことないか。え？今治ったなんか。え、今ね、違う。あの、明るさのやつもね、ピュッて下げた。ら、ああ。面白い。めっちゃ白かった、でも、最初。でそ？でそでそ？今治った。治った。うん、今治った。なんだ？よかった。今の今治ったよ。今、おやつの時間だよ。ちょうど。あ、そうなんです。ちょうど。時間。いよいよ。そう、今日は、おやつを食べます。イさん、ぶどう味買ったと思ったら自分違う味買ってた。え、そう、言ってたじゃん、自分で。うん、なんか、え、どっちにしようかな。でも、いつもぶどうだから。めっちゃさ、ぶどう味食べる気満々でさ、袋から出したらさ、そうだ、味だった。嫌いなの？いや、うん、嫌いじゃないけど、なんかあの飴のさ、パチパチの飴がさ、歯のさ、穴にさ、入るかなとかさ、心配してたらさ、ラムネだった、これ。飴じゃなかった。ラムネしか入ってないの？うん。え、そうなの？ひんやりラムネって書いてあ、へぇ、素晴らしい。知らなかった、それは。やりますか？やります。やりますし、やりますし。絶対秒で作れるよ。絶対秒で作れるよね、これ。え、早いかな、じゃあ。え、でもお腹すいたっていうか、今ちょうどさ、おやつだもんね。うん、やるか。やるか。え、水汲んできてないや。あ、イさん、準備いいから、ここに水がある。お茶でいいかな？え、やめた方がいい、絶対やめた方がいい。やばいかな。え、まずくなりそう。え、なんか、いろはすがあったから、いろはすにした。うん。まあ、とりあえず。とりあえず、やろう。まあ、でも。え、見て。これ星が入ったって。え、羨ましい。イさんのはひんやりラムネが入ったよ。いいね、星かわいいんだけど。これかわいくない？かわいい。それはさ、飴じゃなさそう。なんだろう、砂糖菓子みたいなやつかな。なんなんだろう。めちゃくちゃ久しぶりにやるかも。もうやる？98カロリーしかないよ、これ。え？え、勝った、勝った。こっち91。え？負けた。7カロリー多い。え、こっち飴やのに。え、ラムネってカロリー高いの？まあ、7なんてね、違うわ。うん。そんな、誤差誤差。でもさ、え、え、イさん言っとくけど、ねるねる作るの得意なんで。え、スタンも得意よ。あ、子供の時だけやってた。ファンの人ちょっとなんかね、スムーズにいくと思えませんって書いとるけどね。絶対ね、スムーズにいくよね。だってこれ混ぜるだけだもんね。そうよ。よっぽど。一番簡単。料理の中で一番簡単なのがねるねるだと思います。なんか前にね、うん、中坂とね、うん、あのね、グミランドやったの。食べたよね。え、めっちゃ美味しかった、グミ。何のグミ？何のグミ？え？グミ？グミ。なんかチーク菓子、チーク菓子で、なんか、グミをこう作るの、なんか。えぇ、ー。
自分で色水みたいなのを混ぜて、なんか粉の上に水滴を垂らしたら固まってグミができるのね。へえ、楽しそう。それをやったらもうすごかった、美味しかった。ねるねるの次に美味しかった。あ、マジ？やっぱねるねるが、うん、ねるねるか。ねるねるやろ、ねるねる。ねるねる。ねるねるじゃないの？ねるねるかな。ねるねるでしょ。うん、ねるねるだよ。ねるねるだよ、ねるねる。ねるねるだよ。ねるねるですよね。ねるねるよ。ねるねる。ねずこ。ねるねるでしょ。ねるねる。これは体にいいんですよ、皆さん。食べた方がいい。ちょっとやる？広島弁って書かれてるよ。何が？ねるねる。え、どういうこと？ねるねる。広島弁って書いてあるよ。ねるねるじゃないの？ねるねるよ。どっちでもいいか。ねるねるじゃない。ねるねる。ねるねるねるね。ねっておいしい。ねるねるねるね。やる？やる。やろうや。めっちゃ久しぶりや。開けようぞ。開けるよ。開けるよ。開けたよ。開けよう。水入れるところのさ、形変わってない？え？水入れるとこってさ、三角じゃなかったの？あ、三角だった。だよね。うん。いや、時代は変わる。やった。作り方やった。作り方ね、わかるよ。1と2を混ぜるだけだよ。え、こんなところにさ、ロゴ入ってました？入ってない。やっぱ進化してるんだ。こんなの作り方見なくてもわかる。え、これ、これ入ってなかった気する。あ、一緒か。え、顔一緒じゃなくない？ふさん両方笑ってない？イさんウインクだし。なんか潰れてない？イさんの箱思った。はい、かわいい。違うんだ。はい、すんごい笑ってるね。すんごい笑って、イさんウインクしてる。イさんこれ、イさんこれ、何これ。かわいい。めっちゃ楽しそう。水くも、水、水は？このスプーン洗って使えそうね。やめて。これ、なみなみ？書いてないね。これ、先に開けとこう。え、こんな袋にも入ってなかった気がするな。これ、なみなみいいんだっけ？入れて、タボタボ入れて。わかった。入れてこよう。お茶はやばいから。お茶はやめた方がいいと思うな。わかった。え、これ、むず。え、先にこれ、ちょっと。ちょっとイさんだけちょっといいこと考えた。先に粉入れた方がいいよ。すんだよ。先に粉入れた方がさ、やりやすそうじゃない？置けなくない？水。置ける？置けたよ。あ、置けた？ついでしまえばこっちのもんなのか。うん。あー、なるほど。こんな入ってたっけ？この袋に。え、そうなの。入ってなかったよね。やっぱさ、このなんかさ、清潔感を大事にしてるよね。これなみなみって表面張力でさ、めっちゃさ膨れてるけど、うん、絶対多いなこれ。まあ、いっか。いや、多いとべちょベラベラになるのか。イさんの見ながら作ろう。さん、わかんない、はい、ま、言って。レッスン1、1番の粉を入れます。怪しいお粉。何やってんの？いい匂い。めっちゃ美味しそう。これか。うん。1の粉を左の大きいスペースに入れます。
振らなくていいやろ。え？うわ、なんかそれさ、やばいやつに見える、その入れ方。うわ、飛ぶぞ、こりゃ。バンされちゃう。怪しい白い粉を二人で吸ってます。そうよ。美味しい匂いや、こりゃ。はい、トゥトゥ。そしたら一番の粉と四角カップ一杯の水を入れてよく混ぜよう。一番の水ですね。次はもう水か。はいはい、全部表面張力で絶対多く入れすぎてる。できた。それでよく混ぜます。おー、いいねいいね。いい匂い。美味しそう。しかもさ、うん、この時量少ないのにさ、最後らへんになったら結構さ量増えるからすごい。すごいよね、粉の力。やば、色やばい、色なんか黄色い、なんかやばい。もういいかな。こちらになります。怪しい怪しい、めっちゃ怪しい。え、全然違うね色。え、何色？色。え、そっちの方が毒々しい。なんかイサンのやつなんか練乳みたいな色してます。まずそう。いいまずそう。いいように言えば練乳だし、悪いように言えば何な言わない。絶対絶対言わないで。わかった。次2番の粉を入れて色が変わるまでよく混ぜよう。もう完成じゃない？ちょっともう完成だよ。ほらね、言ったでしょ、みんなできるって言ったでしょ。2番の粉、粉ちっちゃかったっけ？もっと大きかったっけ？ね、あ、うん、ちょっと待って。ツイートしようと思って。うわ、やばいやばいやばいねんやばいねん。できた。いや、え、なんかでもちっちゃい前より。違うよ、昔は自分がちっちゃかったから、うん、2番の粉でも確かにこんなちっちゃかったかな。今日雨だからやだね。雨なのによく洗濯できたね。うん、もう遺産やばい。5日分ぐらい溜まってる。できた、見て。ああ、それがやっぱさ、ねるねるのさデフォルトって感じする。なんか遺産ができるまで待機。はい、こちらは緑と黄色だから黄緑になる予感がするけど。え、色違かったっけな、あれで。あ、めっちゃさ急にさ固まってくる。え、水色だ。うん、ソーダ味だからかな。こんなでした。めっちゃ急にさ膨らんでさ、うん、粘り気出てくる。なんでこれ、なんなの本当にさ。完成したね。完成。子供の時からさ、何なのか分からずに食べてる。何なのこれ。これは、これは何だろうね。これは、あれですよ。できた？できた。食べる？食べる。化学反応が起きた。
3番の粉ちゃんを、ああまだある、これだ、これ入れなきゃ、入れたら終わるよ。バブちゃんでもできる。そうマジでね、バブちゃんの時からね作れたもんね。今度ぶどうにしよう。ぶどうの方が美味しい。うん、なんか何をしまよったか。ポッピングシャワーのさ、パチパチみたいな飴が入ってるの。あ、ね、確かに。ちょっとかわいい、かわいい。見せれるもんなのかな。かわいい写真。でもかわいい、なんかインスタ映えとか。かわいい、かわいい。かわいい、お星様だ。かわいい、かわいい、かわいい。写真撮りたいけど撮ろう、撮ろう。映えてる、映えてる。いいね、いいね、いいですよ。これ原宿だな、もうね、ちょっと可愛くやろ。あ、いいですね。うん、可愛い。可愛い、かわちい。ほら、映えのためにたくさんラムネをつけた。見えないな、ちょっと。おいちとん、できた。あ、かわいい。やっぱそっちの方がさ、色が映えるね。めっちゃかわいいんやが。星があるんやよ。星かわいくない？星。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。星はなんでできてんの？食べます。なんかさ、誕生日ケーキとかにさ、ついてるさ、お誕生日おめでとうのプレートみたいな。シャリシャリ。そう、映えてる？映え映え？うん、あまり映えてないです。壁にさ、やったら映える。むず、映えないね。でもさ、なんかインスタ始めてからだよ、こんなさ、なんかさ、日常の中にさ、うん、映えをさ意識してさ、なんかさ、ネッタル作ってもさ、なんか写真撮らなきゃとかさ思わんくない？あんま、うん、普通だったら。でもさ、そんなにインスタやってないから。いざもやってないけどやってないけど、いつから載せてないことやら。載せてもらって。食べたい、食べたい、食べましょう。食べたいと思います。何その生ハムみたいな。いただきます。生ハム着てるやん。いただきます。ラムネかな？歯大丈夫？うん。こっち側、うん、うん、うん、こんな味だったっけ？うん、こんな味だったっけ、これ。そう、美味しくない？舌が肥えた？ね、いや、美味しいけど、うん、これで白ご飯食べてくださいって言われたらめっちゃ罰ゲームだよね。美味しいけど、なんかあの頃と違う。美味しい。大人になったのかな。うん、なんかさ、あんまさ、なんかグミとかさ、ソーダ味とかコーラ味とかあんま、なんか好んで食べなくなった。大人になった。ふわふわです、こちら。
生クリームホイップ、うん、みさんダメでつけてないダメで嫌い？素材の味を、この飴美味しい、うん、飴かわいい、かわいい色がな、うん、なんかでもふわふわ、それにも星入ってればいいのに、星がかわいい、うん、星入れてほしい、飛ばすわ今から、受け取って、あえ、突然変異で星が丸になって飛んできた。しかも待って、分裂、星が分裂しました、うん、うん、え、それ新しいなんかこういうのないの、加わったよシリーズないの、そっち、ない、ないんだ、あ、ひんやりラムネが入ったよ、だってどういうこと、この青いやつはひんやりラムネらしい、食べてよ、冷たいの、どういうこと、あ、冷たい、冷たい、うん、普通の冷たくない、うん、なんか清涼感がある、なんかめっちゃ薄い薄いミンティアみたいな感じ、うん、なんかハイチュウかさ、うん、ハイチュウじゃない、プッチョとかに入ってるさ、シュワシュワ系のやつ入れてほしい、シュワシュワ系のラムネあるやん、あー、わかるわかるわかる、泡出てくるみたいなやつでしょ、あれ入れてほしい、わかる、うま、うん、お腹減る、これ食べても、確かに、ただのおやつですね、これは、うん、喉が渇くなっちゃう喉が渇かん、やっぱラムネだから、ラムネだから喉渇かない、あ、ラムネじゃない、ソーダだから飲んでる感覚になる、ソーダ飲んでます、これ、え、お茶欲しいさん、お茶欲しい、お茶、お茶、お茶、重曹とレモンの酸、小さなお子様は作り方が難しいので保護者の方が手伝ってあげてくださいって、もね、保護者レベルの年齢の人が2人だからね、やばいね、やばいね、喉乾く、これ、これなんか何もつけるんだって美味しいかも、これはつけた方が美味しい、飴は、うん、ラムネは固めて、うん、ファンの人みんな夜ご飯寝る寝るで、うん、絶対食べたくなったはず、これ思って、安いし100円ぐらい、うん、この動画がいいと思った人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。めっちゃつけてもつけてもなくならないのいいね、雨、うん、もうない、うん、ちょっと節約しながらつけてる、うん、この箱かわいいよ、キラキラ、うん、でもだんだんこのねるねるの部分がついて汚くなっていくんだよね、まだ綺麗よ、今度もっと難しいやつやりたいな、うん、難しくて美味しいやつ、なんだろう、ニリキャンランド、お寿司、お寿司とかな、あー、ニリキャンお寿司、ネリキャンお寿司やる、子供の時はあのなんかピンクと白のホイップクリームみたいなのが出てくるやつが好きだった、ねえ、知らない、なんかホイップル、ホイップル食べれんだろ、え、もう秒でなくなるんだけど、これ
言おうよみんな。うん、そんなかな。ん？ラムネ減るの早いね。でもさ、頑張ればさ、うわーって取ったらさ、一口でいけるよ。いけるいける。おっきいさ、牛丼とかのさ、スプーンでさ、グワンってさ、やったらさ、一口で食べれるし、一口で飲める。なんかさ、シュワって一瞬でなくなる。うん。うん。これは、もうすんごい美味しい。すんごい美味しいです。ね、本当に秒でなくなっちゃう。作るのの方がまだ時間かかる。確かに。美味しい。うん。泡みたいな味する。うん。泡食べたことある？うん、ある。泡って苦いよね。うん。うん、もう最後の一口レベルなんだ。早っ。早い？早い。早食い？早食い。ほら、やばい。まだこんなにあるのに。え、やば！絶対内容量違うな、これ。早っ。ホッピングシャワー食べたい。サーティワンの。あ、食べたい。アイス食べたいね。うん。アイス、アイス。ピカチュウのケーキ食べたい。あ、でもさ、なんかアイスケーキのアイスってさ、うん、ちょっと違くない？なんか。何が？え、普通のさ、こうさ、こういうアイスとさ、なんか違うやん。ね、食べたことないアイスケーキ。あ、じゃあ、なんか硬いってこと？固めるために必死なんだろうなっていう味がする。どういうこと？硬いってこと？うん、硬くてなんか口どけがあんまり、あの普通のアイスの方が口どけがいい。へえ。初めて知った。でね、食べたことあるピカチュウ。何を？ピカチュウ。え？あるの？ピカチュウのアイスケーキ食べたことある。ん？何味？レモン？地元にいたとき。いや、味はあれですね。レモンじゃなくて、なんか外側は、うん、色だけでなんかトッピングシャワーだった気がするよ。え？嘘よ。ほんと。え？青ってこと？中身。うん、青っていうか、あの、うん、薄黄緑。レモンかと思った。レモンかパイナップル。あのでかさでさ、フルーティー系のさ、アイスはさ、ちょっと嫌じゃない？なんかサーティーワンでさ、フルーツ系のやつ頼むのさ、なんか悔しい。あー、わかる。え、なんかさ、もっとさ、具入ってるやつとかさ、うん、甘いやつがいいよなってなる。キャラメルリボン？うん、食べたい食べたい。すごくアイスが食べたいんだな。夏になったら行こう。あの雪だるまの時。あー、なんかね、プラスでもらえるやつだね。3個もらえるやつ。うん、ダブルかトリプルになるみたいな。うん、人生で一回も食べたことない。3個もアイス。そう。え、なんかちっちゃいやつだったらなんか何個でもいけそう。一回さ、10段ぐらいやってみたい。うん、グラグラ絶対頭痛くなるよ。頭キーになるわ。うん、頭キーになるわ。頭キーになるわ。うん、冷たすぎ。あと知覚過敏。いや、私若いんで大丈夫です。
覚過敏ないの？知覚過敏いいじゃん。悔しい。いや結構は無理よ。無理かな。スモールみたいな、キッズみたいな、キッズサイズだったらいけんかな。無理か。キッズって3個つけてくれないよね。あ、スモールかレギュラーとかだよね多分ね。うん、なんかでかいサイズじゃないと3個にしてくれないけど、うん、でも31ちょっとさ、なんかなんであんな高いんだろうね。いくらするっけ。300円ぐらい。ね、300円は一番安くてちっちゃいやつで300円ぐらいじゃない。うん、そんなするっけ。うん、うん、ハーゲンダッツと一緒ぐらいだと思う。うん、やばい、ね、なんかスモールのシングルで300円ぐらいするイメージある。そんなするっけ。一番安いの。するよ。うん、300円したかな。いや、ちょっと高い。そんな安いイメージない。うん、確かに。なくなった。あ、綺麗に食べましたね。完食です。あ美味しかった。なくなった。また食べたいな、これ美味しかった。でも、うん、結局美味しかった。5個ぐらいはいけるな。うん、あのボウルに一気に、あのさ、何個も買ってさ、巨大ネルネル作ってみたやろやりたい。でもさ、これ結構少ないからさ、こう結構わーって鳴らせるためにはさ、何千円かかかりそう。なんかもうこんな大きさにするには20袋30かな。でも1個100円だとして30個で、はい、バカかなYouTube、 なんか YouTube、 YouTuber になろうかな。 YouTube したいよね。ね、 YouTube したいよね。うん、なんかこういう、なんかこれもさ、もっとこうねるねる作ってみたみたいな。ねるねる、ただのねるねるじゃダメけど、なんか面白いこと考えてさ、ねるねるを、ねるねるを入れ作ってみた。じゃあこれ頼んで人の、何この人だから袋をそのまま喉にガーって入れて、うん、入れ袋の気持ち悪い。この人王道アイドルなのに、なんか王道じゃないこと言ってる。ねるねる入れ膨らませてみた。入れ膨らませてみた。そう、キャラさん結構さ、もう致死量ぐらいさ飲んでさ、もう胃がどのぐらい膨らむかっていうレベルで、もう30袋ぐらいやってほしい。どうせやるの。え、絶対逆に。あーって、あー、こう口があのお風呂の泡のやつみたいにわーってどんどん出てくる。バッチリですね。バッチリ。バッチリですね。ちょっとコンプライアンス的にちょっと消されるかも。消されるかな。わかんない。YouTube ってどこまで過激なことやっていいんだろうね。わかんない。それはいいんじゃない。吐いたらやばいから。我慢すれば。うん。なんかショールームってさ、一回きりでさ、終わりだけどさ、YouTube だったらさ、一回載せたらさ、何回でも見てもらえるからさ、いいよね。なんかショールームでさ、いくらさ体張ってもさ、その時にさ見た人しかさ見てもらえないもんね。確かに。 YouTube でも大変なんだろうな。いや、絶対大変よ。100大変。100大変。ショールームってさ、つけるだけでさできるからさ、うん、初心者でもね、できる。なんかけどね、確かに。なんか YouTube は大変なんだろうね。編集があるからだね。編集してほしい。だってさ、結構なんかさ、いろんなさ、うん、なんかさ、
坂道とかもさ、うん、やめた人さ YouTube やっとるじゃない、うん、うんうんうん、やろう、やる、やるしかない。在籍中にやるかやめてからやるか。在籍中にやりたい。おお、不参チャンネル、不参ふちゃん、ふちゃんってなってる。ふチャンネル、いちゃん、いチャンネル、ふチャンネル、ふちゃん、ふ、ふちゅう、ふ、ふちゅうぶってやるね、ふちゅうぶ。ふちゅうぶ、うん。ふちゅうぶ、うん。やる。なんか、でも YouTube ってやっぱ面白いところだけはさ、ギュギュってさ、その何十分、10分とかにの、濃縮するから YouTube いいんだろうね、うん、なんかさこんなさこうなんかさまったりしてないもんね YouTube って。うん、まったりしてない、さっさっさみたいなだもんね。さっさっさ急にソーラン節始まったかと思った。よっしゃよっしゃ、なんて言ったの、よっしゃっしゃ、よっしゃっしゃ、ソーラン節踊れるかな、ソーラン節公演 やってもらう。何何何、ね、イさんめっちゃさ可愛いさクマ持ってるから見てほしい。何めコロナ対策クマちゃんです。ちゃんと耳につけてるの偉い。えらいでしょ。知ってる、しまじろうってさ、うん、しまじろうってさここに耳あるのにさここにマスクつけてる。え、なんかさ耳当て、耳当てかなんかもさ、そう、耳当てもここに耳あるのにここにつけてる。でも本当はそうなるはずだよね。そうなのよ、正しいよ。これアベノマスクかもしれない、わかんない。アベさんありがとう、マスクくれ。正しいよ、正しいでしょ、うん、ちょっとちょっとなんか変態みたいな、わかる、わかる。ちょっとなんか変態感出るの、なんでだろう。しまじろうもさここには線があるからか、本当だったらそうなるよね、アニメでも。うん、でもこれだとやっぱなんか普通は、普通だったらこういう感じ。フサンチのにも、うん、あ、これがやっぱ正しい。正しいね、それの方が可愛いけど。こっちの方がなんか可愛いんだよね。なんでだろう。うん。けど、物理的に考えたら、ここになる。しまじろう。しまじろうもこうなる。こやで。マスクつけたって。あ、あごマスク。あごマスク、あごマスク。注意されちゃう。注意されちゃうんでね。でもろって。可愛いや。可愛いやろ。かわいい、かわいいというか、なんというか、なんというか。え、このさ、なんかさサンタさん帽子さ外せるのめっちゃ便利くない？ね、なんか季節感ないなと思ってたけどさ外せたからさ、うん、しかも自分のコスプレにも使えるっていう、そう、いいよね、帽子がね、いいよね、めっちゃ、うん。でもなんか届いたのね今年だったんですよ。え、そうなんですよ。そう、サンタの時期は完全に終わってたよね。なんか完全に終わって、年も越して、うん、集めだって、そのイベントっていうか、そのイベント的なやつがクリスマスの時だったからね。うん、そりゃそうかって感じだけど間に合わんかった。ちょっと来年に期待。 ね、1回目のさそのクマさんもらうイベントみたいなのさ、うん、いつあったっけ。2回目がさクリスマスで、1回目、ハワイトデン、え、1年に2回かな。え、クマ一生増えるんじゃないの。一生増える。そしたら今年もある、あったら、もしなんかそれなんか季節ごとにさコスプレしてるやつだったらいいね。うん、毎回同じのだったらちょっとあれだから、やばい、クマだらけになる家が。年2個ずつ増えていったら相当やで。でもまだね、
イさんね、ホワイトデーの時ね、うん、やりそびれたからね、いない、うん、まだ1体しかいないからね。ああ、さあ今2体おるから。もう2体いるでしょ。部屋侵食されていくでしょ。いや、本当に侵食されていくよ。だから次だってバレンタインとかにやりそうな気がしない？去年ホワイトデーにやりそう。去年のホワイトデーにやったから、またホワイトデーにやるの？わかんない、うん、もう大丈夫かな、さん。あれ見たら多分欲しくなるかもしれんけど、かわいいからね、うん、なんか憎めない、このクマ。ショールーム、ね、なんかもうちょっとね、柔らかいやつだったらなんか圧縮袋に入れてさ、なんか保存できたけどさ、なんかさ、自然に完全にもう語る気ないじゃん。なんかもう、なんだろうね、いや増えすぎたらね、今はそのままの状態で飾ってあるけど、そ、ね、れかのぐらいの大きさでもよくない？そのうち、うん、3分の1ぐらいで、うん、選べます。サイズ選べたい、選べたりしてもいい。うん、これぐらいでもいいよ。めちゃくちゃミニチュア、え、可愛くない？シルバニアみたいなさ、あ、え、いいね、感じで。シルバニアクマタン、いい。シルバニアぐらいの、これぐらいのサイズだったら飾れるけど、今こんぐらいあるもん。うん、結構ある。だって帽子を人間が被れるから、人間の頭よりでかいぐらい。え、それクリスマスのやつ？うん、あ、撮ったんだ、もう、うん、帽子。一人だけ浮かれてたから、こいつ。しっかり外出自粛してもろて。かわいい。あれ？ああ。かわいい。かまち。かまち。お腹すいた。これなんか、これ食べて水飲んだら結構やばいよ。水か、やっぱ。水でさらにさ、膨らむのかな？いや、わかんない。膨らまないか。やっぱさ、食に対するさ、うん、食べ物に対する執着心がさ、やっぱ違うんだな。やっぱ、そんな執着心ないからさ、羨ましい。ふさん？うん。え、結構あるよ。ほんと？うん。寝ると水でお腹いっぱいになるわけない。お昼ご飯めっちゃ食べたもん。あ、そういうことか。食べてないの？いや、食べたけど、うん、食べたけど、なんかおやつ食べたらもう次また夜ご飯のことすぐ考えちゃう。マジでよくない。なんかさ、ご飯しか楽しみないの本当よくない。え、わかるよ、ご飯しか楽しみないよ。ね、本当に。昨日から一生ミスド頼もうか迷ってるもん、ウーバーで。イさんが届けようか。イさん届けて。イさんいつ。あの、おしゃれなやつがいい。なんかとコラボしてるやつ。ああ、なんだっけ、マルコリーニみたいなやつ。あ、そう。あれ、さあ、結局さ、うん、2種類食べれた。食べれた。あの後にもう一回買って。ねえ、いいの。赤いハート食べたのね。うんうんうん、うん。めっちゃ美味しかった。なんか普通の丸の中にさ、うん、クリーム入ってるやつよりハート型の方が、なんかサクサク生地、美味しかった。なんかね、公園でね、もらった。ああね。それはなんか丸ドーナツ型のやつで、なんか中に赤いシロップみたいなのが入ったやつ。ああ。だったっけ。あれもめっちゃ美味しかったけど。多分赤いやつは味同じよね。多分。ね？ハートとってこと？ハートと。大体の味は一緒じゃない？なんか YouTube で見たの、全種類食べてみたみたいなやつを。うんうんうん。そしたらなんか2種類。なんか白のハートも丸と同じ。うん、丸のハート、ダメだ。どういうこと？丸の白とハートは大体の味、うん、味が一緒で食感が違うみたいな感じだし。食感が違うとは？生地が違うんや。あ、でも味は一緒ってこと？大体一緒らしい。大体とは。じゃあ本当に YouTube で全種類食べて解説してるやつ見た。イサンね、将来ああいう人になりたい。うん、どういう人？なんかそういう、なんか
ミスドの新作全種類食べてみたとかの人になりたい。お金は必要よ。え、でもその、うん、視聴してもらってまた、うん、それでお金が手に入って、うん、その手に入ったお金でまた買いに行くっていう永遠に食べれるコースってこと。そうそう、マクドナルドの全種類食べてみたとか。なるほどね。でももうさ、そんな人さ世の中にさ何人もいるよね。うん、その中でさ繰り返し見てもらえるようになるにはさ、うん、大変だよね。だから YouTube だってさ人に見てもらえなかったら終わりやんな。でもちゃんとさあれよ、全部食べきれなきゃダメだよ。そうなんだよね。うん、残してるとか言ってバレたら叩かれるからね。なんかそうそうだよ、全部ちゃんと食べきれないとダメだよ。でも食べきれる、食べきれだからさ、ねる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 とかチーク菓子を10種類やって食べるとか、うん、でもさそれに何時間もかかっても編集して結局さ、うん、YouTube の動画ってさ長くても20分ぐらいしかさ、うん、ないやつの方が見やすいって自分的に思う、うんうん、なんかあんま長いとさ見ないからさ、うん、そうなると自分のでさ撮る時間と編集する時間とめっちゃ時間かかるのにさ動画の尺はそれだけかってなるよね。うん、確かに。嫌やな。嫌やな、それは。嫌やな。でもやりたいな。いや、難しそう。全部。うん。でもさ、大食いのさ、YouTube の人とかってさ、たまにさ、うん、テレビに呼ばれたりするじゃん。それでさ、テレビに呼ばれてさ、大量に食べてくださいって言われたのさ。テレビになるともうごまかしがね、ごまかす気はないですがごまかしが効かない。そうよ。そうか。じゃあショールームでずっとご飯を食べる人になるっていうのはどう？なんかやばい、なんかね将来の夢がね、うん、やばいの。なんかそういうなんかさ、うん、わかんない、将来の夢がなんかいっぱいご飯を食べる人になりたい。フードファイター、フードファイター。でもさ、フードファイターみたいには食べれないからさ。うん。中途半端になってしまう。何がいいかな？あー、確かに。将来の夢何？将来の夢ないよ。AKB の頭。SK の頭になる。おー。えらい。ことよ。あ、じゃあまあ、頭言い方よ。頭って何？一番、一番になる。キャプテン？うん、一番になる。あ、いっちゃん偉いってことね。うん、そう。すごい。じゃあもう、兄さんもそうでしょ？ 80 歳ぐらいまで、80歳ぐらいまで続けたらなれるかもしれない。うん、兄さんは多分80歳ぐらいでセンターになる。さあ、じゃあ。70歳でセンターになる。分かった。で80歳で頭になるから、さん頭になったらイさんにセンターあげる。ありがとう。じゃあイさん60歳で初選抜に入って、うん、70歳で初フロントになって、80歳でセンターになって、90歳で頭さんはもう頭になったらその後はやめますか？さあ、80歳で頭になって90歳で引退するから SK を、うん、したら次に、そう、イさんはちょっと10年遅れなのね、うん、だから90歳で頭になって100歳で卒業する。私の人生は SK で始まりSK で終わりました。もう卒業発表してるぐらいでもう救急車に運ばれて、そのご多物します。100歳で卒業して人生も卒業します、うん、そう、 SKE とともに。そう、実は生まれた時から SKE に入ってて、イさんはやっぱあの研究生の前の研修生を0歳の時から実はやってて、うん、それです。
してで18歳の時に研究生に昇格して、うん、でそれからもうずっと下積みしてやっと60歳で選抜に入ります。さんは生まれた時は見習いをやっていました見習いで、ね、それで10歳で研修生になって、20歳で研究生になって、今正規メンバーになって、次は50歳で選抜に入って、60歳でフロントに行って、70歳でセンターになって、80歳で頭になります。おー、だってさ、これさ、だってさ、やめえさ、定年とかないからさ、本当にさ、そのぐらいまでやってみてほしい。面白いから。いや、そうね。本当にそう思うさん、ね。え、だから、え、そうだよね。もう自分のさ、さじ加減次第でさ、うん、60歳とか70歳でも SK にいていいのかな。え、やっぱついていけなくなるかな、ダンスに。別に踊らなくても。そっか。外仕事だけ車椅子になってもね、うん、卒業なくてもいいと思うけど、ね、それはふさんの意見だけなのかな、わかんないけど。でもさ、ももクロさんとかさ、そういうさ固定された人数でしかやらないさ、アイドルさんは卒業とかないじゃん、うん、何期生とかさ卒業とかないからさ、なんか人数が少なければ少ないほど、そういうなんか卒業とかは確率が低い。うん、いいよね。うん、でも楽しい、絶対可愛いと思うよ、おばあちゃんを。え、可愛いよね絶対絶対可愛いえ、絶対可愛いよね。可愛いよね。なんでいないんだろうね、おばあちゃんアイドルグループ。いないのかな、ね、え、日本で最高齢のアイドルの人ってさ、うん、何歳なんだろうね。でもさ、50歳とかでもさ、アイドルの人いそう。うん、うん、それはいそう。それか、なんか、イさんは、めっちゃ100キロぐらいに体重をして、うん、そういうアイドルになる。ポチャドル？ポチャドルいるよ。え、そう、YouTube でさ、たまに見るの。うん。かわいくない？めっちゃ。いるよね、ポチャドル。かわいくない？かわいい。あれになる。あんな、あれに、あの、オーディション受けるから。いいじゃん。うん。だってさ、おいしいものをさ、食べててさ、かわいいねって言ってもらう方がさ、幸せじゃない？うん。萌えあずさんとかいるよね。知らない？知ってる。大食いアイドル。すごいね。なんでさ、痩せてる。あの人の YouTube 見てほしい。めっちゃ気持ちいいよ。え、多分ね、チャンネル登録してる気がする。マジ？チャンネル。一番好きなのね、ロールケーキを食べる動画。もうすごいよ。え、即見ます。もうね、無言でね、一生食べ続けるの。ロールケーキを。2種類あるんだけど、ロールケーキって入れたら2個出てきたよ。え、なんか、長いロールケーキがいっぱい積んである方。うん。すごい。ここまではなれないな。ここまでは食べれないな。なんだろう。ね、ちょっと普通の人より食べるぐらいだから、マジでそれは仕事にしようなんて甘いですね。かわいい。女の子がむしゃむしゃしてるのかわいい。だよね。うん、いいよね。でもね、マジでお腹空きすぎてね、困る。なんか見てたらさ、うん、食べたくならない？なるよ。だからね、あんま夜とかはね、うん、なんか見れなくなった。ああ。え、逆にさ、そういうさ、大食いのやつ見たらさ、食べた気になる人とかさ、たまにいない？え、あるある、たまにある。その気持ちがわかんなくて。うん。もう見たらマジで同じものを食べたくなるわけ。ふさんは。え、なんかふさんはなんかちょっと一人前のものとかを食べる動画とかあるじゃん。うんうん。それだったらお腹すくけども、大量すぎる大食い番組とかも、もう
5キロぐらいのカレーライスをみたいな、うん、そういうの見たらなんか食べたことを想像して胃もたれしそうになって あ、うん、やってなる。なるほどね。逆に確かに確かに胃もたれそうだよね。まあ胃もたれしそうそうだよね。そうでも見てるだけじゃしないもんだから食べたくない。やばいやばいよね。考え方がもう何か考え方がもうダメなんですよね。なんかね食べ物にね見えなくなってくる。なんかなんかバケツにご飯を入れてカポってやってなんかバケツでご飯食べますよみたいな、そういうのなんか美味しそうって思わなく見える、うん、そうそういうの見たらあもういいや。確かに食べ物じゃなく見える時あるよね。そうでも普通の一人前とかを食べてるやつはめっちゃ食べたくなる。普通の食事普通の食事 YouTube に上げてる人いるのか。え、あるよね。多くない最近普通の食事上げてる、うん、寂しい、寂しいからかな。寂しいからじゃない。だよね、寂しいよね。うん。え、マジでフさんはプリットチャンネルを早く見てください。プリットチャンネル、プリットチャンネル、わかった。いいですか。でも最近ね YouTube ね登録しすぎてね、うん、やばいよ。ちょっとねいさん鬼滅を止めてね新しいアニメ見始めちゃう。本当に困る。ずっと映画待ってんのにもう一人で行っていいじゃん緊急事態終わったらダメ。え、ま、うん、え、何話ね、ちょっとね、呪術廻戦でしょ絶対。違う、やっぱねイサンは分かったの。なんかグロい、ちょっとグロいのはあんまりやっぱうってなるから。え、今エピソード10、エピソード19、そんな言ってるっけ。うち26話だっけ。え、こんな言ってたっけな。あれ、エピソード18の偽物の絆って雲のとこだっけ確か。こんな、え、全部何話あるっけ。26だから1,2,3,4,5。え、あとちょっとじゃん。見て。え、あと7話ぐらいだ。見てよ。わかった。逆にそこまで見て止められる方がすごいんだけど。イさんは今リライフっていうやつを見始めて。うん、ちょっと困るね。しかもこれ13話までしかないから見れる、うん、13話までしかないってどういうこと。え、そのなんか新しく見始めたやつが13話までしかなくて、うん、こっちがこっちを好きに見よう。いや、おかしいでしょ。いそうな勢い、信じられるな、本当に。ごめんなさい、鬼滅見ます。今緊急事態宣言出てるからあれだけどさ、2月になって解除されたらさ、もうすぐ行こうとしてるのに。わかった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 、見ます。え、でもなんか、うん、なんだろうね、なんか、え、気になんない、どうなるんだろうって。え、もうちょっとコメディの要素があってもよくない。いや、あれにコメディやったら感動できんがな。そっか、雲のやつ怖かったからちょっと多分それでちょっとなんかもう嫌になった、うん、え、なんかさ、うん、グロいやんグロいやんな。それを言っちゃ終わりだいざクレヨンしんちゃんもめっちゃ見てるもん。バカだからバカだからクレヨンしんちゃんも見始めて、うん、だ同時進行しすぎて終わんないんだろうね、うん、とりあえず鬼滅を全部見てから、うん、あれしたらいいじゃん。分かった。何、次に進む、次に進む。プリットチャンネルってこれ。うんうん、それ。えそれの、なんかね、なんかね、なんだっけ、ダルゴナコーヒーを作るやつとかがめっちゃ面白くて、うん、それが、うん、それでハマったんだけど、
え、見てほしい。本当え、ももたん好きだよね、プリットちゃんの。うん、好き。ももたんがいつも言ってるイメージ。なんか ね、つまみ食い、バレずにつまみ食いするやつとかが面白い。うん。いや面白い、目隠しで注文した料理すべて食べるまで帰れませんって。やってみたい。やりたいね。マクドナルドとケンタッキー3日間食べ続けたらどっちが。え、そうそう、やってる企画がなんか好きなのじゃないの。割とえ、さ、マックがいいな、3日間食べ続けた。あ、でもケンタッキーも美味しい。ケンタッキーの方がよ。え、どうだろうね。バリエーション豊富なのどっちだろう。マックじゃない。確かに甘い系とかも結構ある。いいね。いいでしょう。え、めっちゃね、本当にこれハマって。うん、え、なんか出てくる登場人物の人が全員なんか憎めなくて好き。うん、最初なんかね、あんま好きじゃないなって思ってたの、なんか、うん、けどだんだん見てたら全員なんかね好きになる。いいね。うん、暇な時見てみてください。わかったよ。うん。イさん、ボノボノ見てじゃん。ボノボノ？うん。わかった。アマゾンプライムあるかな。あ、ボノボノ、あのあれ？あの青い丸？青い丸。ああ、わかるわ。ボノボノ出すね。あ、え、プライムある。めっちゃ長いんだけど、これ48話まであるんだ。ボノボノ、これでしょ。それ見てよ。面白いの。うん、面白い。わかった。なんかふと我に書いた時に何を見ていたんだろうって思う。そういうの大事よね、現実逃避。うん、大事。お坊ちゃま、お坊ちゃまくんは何よ、お坊ちゃまくん。わかんない、なんかね。面白そう。え、何の話？小学生、小学校を舞台にした奇想天外、はちゃめちゃ上流階級ギャグアニメ。でもさ、なんかさ、こんなさ、アニメのこと考えるようにさ、なると思わなかったの。やっぱさ、うん、なんだろうね。なんか、でもアニメ見るっていいなって気づいた。ペット見た？ペット。ペット？見てない、うん、え、見てよ。ペットね、ペットとペット2があるよ。映画だ、でも映画だから長いかな。妖怪ウォッチって面白いのかな。妖怪ウォッチ、これ見て、これ見て。おしり探偵だ。え、おしり探偵は子供向けでしょ、絶対。あーね、最悪よ、これ見てください。おしり探偵なんと見れません。おしり探偵お金かかりますね、イサ。で、これ見て。え、それも子供向けやろ。おすすめ。お邪魔女どれ見でも見ようか。うん、なんかイサ見た時間過ぎるよね。おすすめできるものがないな。はなかっぱは、はなかっぱ。はなかっぱ？何が面白いかな。これ見て。見たいんや、見たいんや。見たいけどないんや。あ、でも。親指姫とかなんかそういうのだったら見れる。うーん、けどこれでしょ、これでしょ、ないのよ。それマジで見たい。
仲良く遊ぼう、交通安全、我慢できるよ、ごめんね言える、大好きお風呂、え、大好きお風呂みたい。これもあるよ、しつけ、これもしつけ、え、しつけられたい、ないでもしつけられたいしつけ、だってね、私お風呂ね、お風呂ね、なんかね、すごいね入るまでにね、時間かかっちゃうからね、お風呂入れるもんみたいなやつ見ないとダメだなって思う。うん、なんか良くも悪くも時間が過ぎる、時間ができるとさ、なんかいろいろなんかやる、なんか見たことなかったものを見たりするからさ、うん、いいかもしれない。なんで毎日ショールームしてアニメ見てる日々。イサン好きそうなのあった。シナモンないな。これ。これ好き？あ、好きそう。絶対好きそう。これないの？タマ。タマありそうよね。わあ、シナモンも見れん。見れないんだ。厳しい。アマゾンプライムはサンリオ系に厳しい。え、タマ&フレンズ？タマ&フレンズもいいんですが。うちのタマ知りませんか？三丁目物語。見れない。悲しいよ。とりあえず、明日、明後日、とかで。イさん、好きそう。あ、好きそう。え、でも実写か。実写。か。呪術廻戦はね、多分ね。うん。うん、やだ。うん。なんか血が出てたもん。うん、らしいね。血が出てた。でもさ、なんか、今見てもさ、なんか、周りのさ、うん、話題についていけないようなやつばっかり見ちゃうからさ。うん。ダメなんだよな。だってさ、うん、ハローキティのしつけのやつにハマっててとか言ってもさ、うん、誰とも話通じないじゃん。うん。だからちょっとダメよね。流行りの。面白いけどな。悪くないよね。悪くないよね。え、あと YouTube で人狼ゲームとか。あームーミン見て、これ見てよ、これ。これ絶対癒される。ああ。ムーミンはありそうじゃない？ムーミンって喋る？ねえ、ムーミン。僕、ムーミン。ムーミン。あ、ないんだが。ムーミンは見れないけど、その代わりミッフィーちゃんが見れる。ああ。劇場版ミッフィー動物園で宝探し。うわぁ、面白そう。うわぁ、面白そう。シルバニアファミリーのさ、うん、やつあるよ。え、見たい。これ。あ、めっちゃかわいい。かわいい。猫かわいい。おはよう、ショコラウサギファミリー。めっちゃかわいい。これ見ましょう。これかな。これミニストーリー？これでしょ？うん。あったあった。かわいい。あった。これ今日見ようかな。うん。ボブ。スポンジボブも楽しい。え、昨日スポンジボブテレビでやってたからね、見たんだけどね、うん、すんごいつまんなかった。え？すんごいつまんなかった。料理何作ったんですか？はい、料理はこれを作りましたね。ねる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 。イサのテロップ料理配信にしてるからさ。あ、そうなの？うん。料理配信。完全に騙してるよね、これ。お味噌つきやな。子羊のティニ。楽しそうなのいっぱいあるな。シルバニア見よう、絶対。あ、え、バラカモンだって、バラカモン見よう。
何バラカモンって。なんかね、なんかあれ長崎のなんか、うん、が舞台になってるみたいなやつないの？そういうのないの？なんかドラマ？あ、最悪バラカモン見れないプライム。辛いね。隣の席か。隣の関くん面白そう。おっちりした。隣の関くん。なんかこんなにアニメ見るようになると思わなかったな。本当になんかアニメとか全然見ない。なんか本当に見なかったのに見るようになった。最近になって。でもスポンジボブは良くない。もうなんかねパトリックの声がね良くなかった。え？かわいいじゃん、パトリック。うん、かわいいけどね、声がね、かわいくないです。ねえ、つらい。なでも、ショールームしてたらさ、めっちゃさ、時間過ぎるよね。うん。過ぎる。面白いな。今日は、ピーターラビットじゃないや。シルバニア見よう。かわいい。シルバニアファミリー見てますわ。マジでかわいい。かわいいよね、うん、なんならやりたい。シルバニアファミリー、え、欲しい。買いに行きたい。欲しい。え、なんかね、チワちゃんがねちょっとね集めてるっぽい。でも一体一体がさ割とさいい値段しん。家にはいっぱいある。実家。あ、実家。え、持ってきたらいいやん。買う方がいい。いちいちなんか、うん、買うのが楽しいよね。選ぶの。そう。え、今度買おうかな。え、やっぱさ、あそこ行こうね。あの、あそこ。あの、素晴らしいところ行こう。あそこ。あそこ行ったら何でもあるから、絶対。うん。そこにあるよ。おもちゃコーナーもあるし。あるかな。うん。早くね、緊急事態なくなれば。そう。早くイさんとガチャガチャしに行きたいしね、うん、あたまごっち欲しい。わかる、それはそう。めっちゃ欲しくなってきたの最近また。え、 DS は DS。 え、 DS？ DS をね実家から送ってもらったんだけどね、うん、ハマるソフトがなくて、うん、あんまりやってないんだけど、ハマるソフトさえあればね、絶対。え？ DS まだつくの？電源。え、そう、ついたの。でも 3D だからかな。3D だから割と。あ、まだ新しいね。そう。うん。だからそれで、たまごっちのね、でもなんかさ、この、やっぱさ、大人だからさ、大人が一人でさ、たまごっちをさ、うん、家でやってるのはちょっとあれかなと思って。やばいね、怖い。怖い？うん、怖い。やっぱさ、そうなんだよね。だからさ、このちっちゃいたまごっちもさ、やっぱさ、通信とかさ、する目的じゃないとさ、ちょっとあれじゃない？うん、やっぱさ、もう、ね、10代だったらまだセーフだけど。やばい、でもこの前、ずっと前。店でたまごっちの箱持ってほしいって言っちゃった。やばい。間違いない。やばい。やばいやつや。やばいやつや。言っちまったよ、もう。やばいやつって思われたかな。もうみんな、目をキラキラさせて。え、マジで目かけ。え、だって本当に欲しいたまごっち。一番欲しいかも、今。欲しいよね。一番欲しいのは、うん。いや、一番欲しいのは違うけど、結構欲しい。4番目ぐらいには欲しいかも。え？ルームランナーも欲しい。ルームランナー。何？え？欲しい。ルームランナー欲しい。ルームランナーと、ルームランナーと、ナイクラの靴と、たまごっちと、あと、あれ、なんか綿菓子作る機械欲しい。いらん。え、なんか、あ、それか、なんか、アクアビーズアートか、
なんか、あ、あれがいい。あの、喋ったことを繰り返してくれる犬。はいはい、はい。ふさん早く犬飼って、本当に。いや、そうなのよ。早く本当に犬飼ってくれたら、あの、うん、面倒見る。あの、ふさんが公園の人が遺産取りに行くから、犬。取りに行って見てるから。あ、本当？それありがてえ。本当本当。それありがてえな。え、マジでこっそり、こっそりさ、猫飼いたいって思ってるけど、うん、猫ってなかんからさ、バレんやろって思ってはいるんだけど、猫高いのよね。ね、猫高いとかそういう問題でしょ。ショールームでその飼っちゃいけない家なんで。でもさ、でもさ、1万円とかで子猫売ってたら絶対遺産飼っちゃうんだけど、うん、でもなんか20万とか30万だから今手を出してないだけで、マジで1万円とかだったら遺産飼っちゃってるもん、そんな。だって誰、隣の人いなくなったもん。ショールームでも公表したらもうネットニュースだ、分かったら。でもそんなんで、それでネットニュースに載れるなら可愛いやん。ダメか、犯罪、犯罪で、契約違反で。でも知りませんでしたっていう。ダメなんですけどって、もショールームで言ってるでしょ。言った、言いました。サンの家は OK だから。パグ買ってほしいじゃん。パグ買わんないよ。なんで？かわいいやん。一からは買わない。お家から連れてくる。買うとしたら。どういうこと？うん。結構、え、大きくない？割と大きくない？ふさん。何が？ふさんちのさ、犬。なんだっけ名前？ゆき？違うね。ひな。なんだっけ？え、こんぐらいだよ。こんぐらいか。ひな？うん。こんぐらい。そんなちっちゃいの？連れてきなよ、ひな。このぐらい。嘘、めっちゃちっちゃい。ほんと、メールでね、送ったの。あのね、リモコンと一緒のサイズなの。ねえ、こんな？写真送ってあげて、ね。薄さも、薄さもこんな。薄さは違うわ。ダンボールやろ、それ。引き笑いになっちゃった。ちっちゃいよ。三軒は。イーサンも猫いっぱいお家からいるのにね。悔しい。マジでさ、もったいない。もったいないよね。やっぱさ、うん、猫もさ、絶対さ、こんなさ、一日中一緒にさ、いてもらった方が嬉しいと思うのね。猫の気持ち代弁すると、うん。絶対、やっぱさ、実家だとさ、仕事とか学校でさ、家族いない間とかのこと考えたらさ、絶対イさんと暮らした方が幸せになれる。引っ越したい、本当に引っ越したいな。引っ越しなよ、イさんのお家に。そこいいよね。うん、あの、寒くないのが本当にいい。イさんの家マジ北極。北極。イさんの、イさん家の廊下北極なの。間違いない。外だよね、本当に。外、なんか仮設住宅みたいな感じじゃない？いや、仮設住宅よりひどいと思う。仮設住宅でもまだ隙間はないと思う。確かに。本当に隙間だらけだし、なんかカビルンルンがいっぱいいるからやだ。やめて、本当に。違う、可愛いやつだよ、あの。可愛くない？アンパンってくる可愛いやつがいるの。ゆうさん、びっくりして言っちゃったもんね。どうだっけ、思わず、え、あそこ大丈夫って。え、どこのこと？え、カーテンだよ。やっぱそこか。さあ言ったよね、だって。え、絶対あの バスルームのこと言われるかなって思ったけど、バスルームだったらふさんもう負けじゃない。いや、でもね、カーテンマジあげる、今度プレゼントしてあげる。何を？カーテン。いいよ、自分で買うよ。え、違う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 。いや、あのね、一つ言うけどね、買ってもすぐああなるんだって。そうなの？
だって絶対じゃエアコンがこうついてればよかった本当に。そうそうそう、それエアコンがこうついてるからよくないんだよね本当に。えマジで欠陥住宅なのかな、うん、電話しようかな。なんかさ結構さなんかところどころさちょっと文句言いたい点あるの。なんかさでもあの頃はさめっちゃ急いでさ決めてたしさ。いやさもだよ、だって1週間経ってない3日ぐらいで物件決めたもん。うん、さん一番早かったよね引っ越したの。え早かった気がするね、一番早かった。さん1月4日ぐらいに引っ越した気がする。でそんな、いや嘘だ、1月4日ぐらいに決めただけか。え懐かしい、なんかほんとさなんかほんとにまっさらだったのに、なんか今壁とかさなんかちょっといっぱい穴開けちゃったからマジでやばい。出るときめっちゃお金かかるよそれ。やるかな。うん、かかる。リフォーム代で取られる。ふさんの家はやっぱりあのなんかお風呂場についてるカーテンがちょっとなんかあれいらないと思う。でもあれないとびしゃびしゃになっちゃうんだよ。そっか。でもイサンチのカーテン買ってあげる。アンパンマンのカーテン。ほんと？アンパンマンにしようかな、じゃあ。うん、外から見えなければね、何柄でもいいもんね。アンパンマンがいいでしょ。うん、キティちゃんがいいね。けどいややめて。今の一瞬聞き逃さなかった。なんで。なになに。キティちゃんが、キティちゃんがいいって。あバレました。そうなんだよね、やっぱ変えた方がいいのかな。うん、でもどうせすぐなるよ。うん、やめてくださいよ。でも寒い方が嫌だね。風邪ひきそう、イさんのお家。夏はいいと思うけど。夏は涼しいんじゃない？逆に。そんなことない？夏はどうだろう。でも直でさ、外だからさ、暑いんじゃない？え、でも夏にさ、イさんの家よく行くけどさ、全然夏は感じなかったよね。本当？釜山のところは換気できないっていうかさ、なんか密閉されてるからあれなのかな。いや普通の家はそうだと思うよ。釜山の家がおかしすぎる。異常。えでもさこの、え別にさ釜山の家だけじゃないよね、外に面してるの。うん、いや違う違う、面してるとかじゃなくてもう風が入ってきてるから。え塞いだ方がいい。どこを塞いだらいいんだろうね、あの換気穴みたいなところかな。マジであったかくてびっくりした、うん、本当にね。みんな釜山地ね行ったらわかるけどね、ダメだけどね。あの本当にお風呂上がり全然寒くないんですよ釜山の家は。釜山の家めっちゃ寒いの、もうみんなねマジで味わってほしいこの辛さを。お風呂上がりにあの廊下を走り抜けて暖房の部屋に行く。マジで風邪よく風邪ひかない、バカだから。イさんの家、イさんの家は北極、ね、南極ってあったかそうに聞こえてさ寒いよね多分。え寒いんじゃない、寒い、ね、南極の方が寒いんじゃない。南極にペンギンいるんでしょ。南極にペンギンいるのかな。北極はいない。北極は北極グマ。北極グマがさいるってことはでもペンギンもいそうだよね普通に。そうかな、どうなんだろう。えパン食べたいな今、食パン食べたいな。いさでもトースターないからな。食べよう。ああ食べよう。えレンジってならないんだっけ。パンふわふわにはなる。え、どうなんだろう。え、実はカリカリにできる機能ある説ある。なんかでもレンジのさ設定でさオーブンにできるよね。ほんと？できないっけ。やってみ、見てみる。ないっけ。それかフライパンはカチカチになるかな。あ、いけそう。でもフライパン、え、でもその手間がね。え、イサンチの
さあのコンロさ直接火が出るからさ、うん、なんかあ炙る、うん、炙る系パン、うん、炭にならんかなこれえなるかなやってみる火事になってもねすぐ外行けるから逃げれるし逃げやすさ逃げやすさとピカイチだからね外に家が建ってる分逃げやすさは負けないからエフさんは大変だから、ね、火事に壺にはまってるよそんな面白い面白い面白いバカにしてるんですねイさんイさんの家が寒い外にあるからってバカにしてるんですねいやしてないけどF さんちのさあのコンロ IH って直接置けるのかなパンとか焼けるのかなえただ温まるだけじゃないあどうのえ焦げるっていうさ焦げるっていう概念はないよねあいえわかんない今度イサンジのコンロで焼きマシュマロしたいいいねできるよね絶対できるちょっと前から思ってたけど言わなかったことやろうよ焼きマシュマロえじゃあさ BBQ できちゃうんじゃないBBQ やるコンロでえ危ないのかなほぼ外だからそう外だから本当に匂い匂いとかも外に放出するから大丈夫グランピンググランピング絶対美味しいよね。シュワ。イサンチのなら絶対できる。イサンチの多分コンロだとできない気がする。IH ってできるの？やっぱりほら、イサンチの方がグレード高いによって。あれ、火の調節めっちゃ難しそう。めっちゃポンってでもえ。やっぱでも IH の方がスマートだよね。かっこよさで言えば IH の勝利かな。サン多分火事にしちゃうな。うん。え、でも IH ってどう頑張ってもさ、火事になんなくない？なんない。けど、火だと多分火事にするのも分かってる。うん、火はね、確かにね、近くに、あの、請求、なんか電気屋さんのさ、やつとかさ、全部さ、ポイポイポイって置いてるからさ、いつも燃やす。気をつけなはれ。うん、気をつけた方がいいと思うさ、ね、請求書火の近くに置いてるの危ないね、うん、玄関から取ってポイって置くやん、うん、あそこに怖い怖いもう家の構造を知り尽くしてるからね、うん、お互いの家の構造を知り尽くしてるので医さんたちは、うん、大丈夫すぐ何かあったら助けに行かんといかんからそうねそうよでもいいと思うよなんか夏めっちゃいいと思うありがとう、うん、ありがとういやそう富山の家は日当たりが良すぎて夏はちょっとね暑いと思う日当たりめっちゃいいよねカーテン開けたら終わりうん日当たりめちゃくちゃいいと思うカーテンを開いて。開いて。優しさに包まれたまま。でもさ、うんうん、ジブリパークさ、数年後に名古屋できるよ。2023年でしょ？意外とさ、すぐだね。だって今日、何年だ今日は2021年だね。あと2年か。21年だ。21年か。23年は2年後。負担は25ちゃいか。いや、いけるな。まだ、まだいい。23ちゃい。23ちゃい。
だって今年21歳だよ。ついにあの、21歳児になるんです。あ、21歳児、襲名披露式しないと。今、さやちゃんにあげた。そう、受け継いで。でもさ、さやかちゃんはさ、21歳時間がちょっと足りんよな。そう、襲名してあげるねって言ったのに、全然襲名してくれないの。遺産できるよ。でも分かんない。1年、あとなんか7ヶ月の間にすごい変化が起こって、分からん。襲名。何時じゃないや。何歳の時にさ、入ったっけ18歳です。8か。まだ8の。そっか、8か。ティーンズだった。あの頃はまだ。あの頃にあればね。いや、さ、あの頃でももうダメだったの。入った時点でティーンズじゃなかった。戻ったところでだった。終わったな。でもなんかあれはあれでさ、あれはあれで大変そうじゃない？なんか、なんか入れなかった時のことを考えたらもうなんかイさんはすごい辛くなりそうだし、え、でもだからってその権利がないのも辛いし、権利がない方が辛いよ。どっちみち辛いんだけど、まだなんだろうな、希望がある方が、うん、確かに、まあしょうがない。まあしょうがない、しょうがない。しょうがない、まあしょうがない。まあしょうがない。でもさ、20歳超えててさ、SKE でさ、なんか、なんかさ、さ、思いつくのがさ、ミッドナイト公演ぐらいしかないの、なんか。そういう20歳超えだからこそ、できますみたいなのが。ミッドナイト公演って20歳超えしかできないの？ 18 歳じゃないの？ 18 歳だっけ？わかんない、わかんない。なんかさ、それもさ、違うしさ、なんかない。ないのかな、なんか。うん。ない、ね。なんかないかな。でも、イサン、ティーンズユニット、結構ファンの人応援するよって言ってくれる人多くて。結構なんか、応援、応援ツイートとかも、もう、うん、すごい、もう100件ぐらいされてて、めっちゃ、あの、YouTube のイサンのティーンズの動画ももう、6万回ぐらい再生されてて結構ね、いい線いってるんですよ、イさん。でもイさんも気持ちだけの生けんよ頑張るしかねえないや負けないよ、気持ちだけやるしかねえ、やるしかねえんだで。誰よりもイさん若いよ。イさんも若い、気持ちだけなら若いです。気持ちだけならもう、え、気持ち選抜にしてほしかった気持ち選抜にしてほしかった。で、ねるねるねるねを楽しそうに作れる選抜にしてほしかったね。さん、気持ち選抜ならセンターになれる本当だよね。こんな幼稚な人いないよ。こんな幼稚な人いない失礼だな、それも失礼だけど、それも失礼だけど、こんな幼稚な、何歳よ、だってあんた今23、あと3ヶ月で23だよ。毎週さ、毎週の楽しみさ、今さ、整体に毎週通ってさ、その整体の帰りにさ、なんかショッピングモールじゃないや、なんか、なんていうの、ちっちゃいゲームセンターみたいなところのさ、ガチャガチャコーナーを見てさ、ガチャガチャ新しく入荷してないかなって楽しみだ。そうだよね、なんか、一緒だ、ガチャガチャ。今行きたいのは、オースのガチャガチャコーナー。早く自粛なくなったらいいね。緊急事態ってどういうこと？底辺だ、底辺だってこと。うん。よもや、よもや。よもや、よもやってことでしょ。でも世の中はさ、回ってるじゃん。うん。イさんたちはさ、ちゃん、イさんたちはめっちゃ自粛してるけどさ、世の中回っちゃってるからね、みんな、もう、ストップで。よもや、よもやってこと。うん、外に出た人は代わりにガチャガチャを引いてほしい。
いや、ずっとね、イさんとね、調べてからね、おにぎりガチャガチャがしたいんだけど、なんか思わせぶりだけされてさ、これかわいいよねって、画像を見せ合っただけで終わったから。かなち？すごい、思わせぶりされてる気持ち。やればいいんだよ。え、そう、イさんも、スーパーとかにさ、ちょっとあるガチャガチャコーナーとか見て、フさんのことを思い出したよ。やろうかなと思ったけど、うん、なんか見たのはなんかアスパラガスっていうさ、お菓子あるのわかる？うんうんうん。あれのポーチのガチャガチャを見たのね。へえ。それをしようかなと思ったけど、でもやっぱ一人でガチャガチャするのは恥ずかしいから、うん、するときはフさんがいるときにしようと思って。うんやめた。え、ふさんも近くのね薬局にねガチャガチャ置いてあるときあるけどね、そのときになんかあれがあるの、なんだっけ忘れた、なんかかわいいのがあるんですよ、いっぱい6個ぐらいガチャガチャの機械が置いてあって、何週間かに1回変わるの、そのガチャガチャで。えー、めっちゃいい。だからもうそれが楽しみなんですよ、ふさんそれだけが楽しみなんや。奪わないでくれ。世界からガチャガチャが消える日が来た時の遺産たち。取らないで。私たちの世界からガチャガチャ取らないでください。ガチャガチャ、ガチャガチャしたいね。ガチャガチャしたい。UFO キャッチャーもしたい。したい。え、マジでメダル買おうかなって思った。え、メダルやりに行こう、今度。いいよ。え、なんか、広島のゲームセンターに小学校の頃メダル預けたまま取りに行ってないかもしれない。もうあれって。え、失効してるやろ。失効するんだ。1年とかじゃない？え、マジ？あ、じゃあもうダメだな。藤本冬香様。お預かりメダルゼロ悲しい。イさんもね、うん、預けてたけどね、多分、あ、弟の口座に移したかもしれん、引っ越すときメダル、うん、何枚あった？結構、わかんない、でも、ね、そんなない、200-300 とかかも。うん、楽しかったな、あれ。うん、なんかあれ、お寿司屋さんのさ、がっぽりお寿司屋さんみたいなやつわかる？ええ、押すやつ、押す系じゃなくて、なんかボールがコロ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 ってなって、うん、ネギトロ長崎だけかも。そんなバナナ。あと競馬ダービーやってた。あ、それやったことあるかも。でも一番あれが好き、なんか大きい円形のさ、こうなんか円形になってて真ん中に恐竜みたいなのがいて、なんかこういうスライドして落ちるやつで。あ、それめっちゃ減るやつじゃん。減るの？あれが一番落ちてくるくない？ほんと？なんかゲームはさ、勝つか負けるかでさ決まるけどさ、あの叩いてかぶってじゃんけんぽんのやつ、あれ絶対あれ機械ズルしてると思う。なんでだって勝てないもん。勝てないくせにさ、15枚とかさ12枚のさ敵にさ、うんうん、いつも勝負を仕掛けてさ負けるの。なんか1とかだったらさ、なんかアメちゃん加えてるようなさ、バブちゃんじゃん、1枚の敵は、うんうん、でも1枚の敵と戦ってもさ意味ないじゃないですか。意味ないね。意味ないから、うん、なんかめっちゃ強そうなやつと戦ってお腹すいた。お腹すいた。食べてないの？そんなさん食べ過ぎた今日お昼。自炊した？自炊した。偉い？偉い。え、マジで偉い。偉いでしょ。誰よりも偉い。偉いよさん。コンビニで買ったものとか、うん、チンするご飯にふりかけかけたりするっていう
あとカップ麺にお湯を入れるとかいう自炊を頑張ってます。で、で本当に良くない、良くないって分かってるけど、うん、無理、自炊無理。自炊をしました。やだ、自炊やだ。えらい、本当にえらい。え、マジでそういうところはちゃんとしてしか作れん。え、でもイカンの豚汁は本当に美味しい。絶対フサンも作れるから。なんか絶対作れる。フサンはあの肉の種類が分かんないから豚汁に使う肉を買えないんですよ。細切れやって、うん、豚細切れやって。え、それでもいろんな種類があるじゃん、細切れの中。国産とか？いや、わかんないけど。肉の種類わかんないの、謎。謎や。なんか火を通したらさ、あれ？ってなる時がある。なんか、この前とかカレー作って、なんか鶏だっけ？なんかわかんない。肉を入れたのね。なんか、生の赤い時は、あ、こうなるんだろうなって想像してたけど、火を通したらなんか違う。肉が出来上がったの。想像してた肉と違う。色も変わるしさ、色も変わるし硬さも変わるからね、分からんくなるよね。そう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 。あれって思って、買いたかった肉と違うってなった。でも鶏肉です。鶏肉？鶏肉でしょ？鶏じゃないな。あ、豚？分かんない分かんない。あ、それすら分かんないんだ。うん。さん、イノシシとかでも食べれそう。これ豚肉。でしょとか言ってイノシシとか食べれそう。食べれそう。なんかカフェ作ったらね、カフェ作ってもろて、うん、豚汁出すから、あの SK カフェで豚汁出したい。イさんの豚汁あれみたい、なんか普通になんかお祭りとかでみんなに配ってくれる豚汁みたいな。あ、マラソン大会とか。そう、そういう時になんか一人一杯ずつもらえる豚汁の味がした。おお、ありがとうありがとうイさんの得意料理。そう、豚汁しか作れん。本当に豚汁しか作れん。え、でも豚汁作れたらいけそうじゃない？本当、うん、確かに家庭的なさイメージあるよね。豚汁作れたらカレーもいけそう。肉じゃがもいけそう。あ、肉じゃがはね、あのじゃがいも皮付きでよければって感じだよね。なんかピーラーでやってもさ、じゃがいもは難しい。難しいね。難しい。でもカレーは簡単だよ、フサン作れたら。カレーは。ほんと？フサンが作れるのは作れるか。この前のカレー作っカレー作ったけど、カレーに入れる肉わかんなくてウインナー入れた肉だからいっかと思って。間違いないよね、ウインナーはもうわかるじゃん。しかも火通ってなくてもさ食べれるしさ。そう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 。なんかお腹すきすぎてでも料理する気なくてさ、ウインナーをさ、うん、冷たいまま食べてみた時があったのね。美味しかった。え、やばでもあれって多分ボイルしてあるからそのままでもいける。え、ウインナー、うん、聞いたことないよ。やばいかな。わかんないわかんない。お腹痛くなんなかった。ほんと？食べ物でお腹痛くなったことあんまないんだよね。すごい味しそう、生で。生で、でもなんか普通に肉の、うん、なんか焼いてないウインナーだなみたいな味がして。魚肉ソーセージみたいな。あ、ちょっと油っぽいちょっとちょっとギトってるやつ。ギトったウインナーお腹すきすぎてはやばい。焼くだけやん。それすらもねできないぐらいもうお腹減ったんだよ。あるよね、たまに。でも餃子さ、餃子焼けるもんね。イさん餃子焼くの上手。ありがとう、褒められてる。うん、まあ嬉しくないけど。餃子作ってみたらいいじゃん。餃子ほどさ作る必要のないというかさ、ケチャ餃子ほど作るのが大変なのに一口が秒で終わるものはないと思う。でもなんか餃子の皮とかさ、なんか50枚入りとかでさこう売ってるじゃん、うん、
でも冷凍のやつだったらさ、20個ぐらいしかないけどさ、50個作って一気に食べれる。50個たつ食べるの？は、まぶしいよ。電気つけてる？あなた。つけてるよ。もちろんだよ。なんか顔色が悪い。ショールームの明るさじゃない？ね。わかんないけど。なんかもうちょっと顔黄色いはずなのになんかめっちゃ白いんだよ。美白ってことね、イさんは。そうだよ。イさんは美白ってことだよ。喋り方がね、映ったの。誰に？え、なんかさ、フさんもさ、よくさ、フさんは偉いってことねとかさ、言うじゃん。うん。それがめっちゃ映ったの。え、よくね、ほんとショールームでね、喋り方がなんかね、うん、喋り方がなんか違うなって自分で思って、なんかよくじゃあイさんは偉いってことねとか、なんかイさんがこれを言えばいいってことねとか、めっちゃもうフさんに洗脳されちゃった喋り方それがちょっと最近の悩みですね。いいじゃん流行るかなこの喋り方。喋らない流行らないと思う。流行らないかな。うん、結構ね、独特だからね。独特な世界。独特な世界。今日はね、6時からちびまる子ちゃんが始まるよ。さんは、あの、6時半から、乃木坂さんと SKE の番組を見ないと。あ、ゆずきさん出る。え、それさ、あれ？無料で見れるやつ？見れるよ。それ携帯だっけ？うん、携帯で見れる。それを見ながらちびまる子ゆずきさん出るよ。ゆずきさんと熊崎さんよね。うん、見なきゃ、ね、羨ましいよね。ふさんも出たかった。60歳ぐらいまで頑張ってもらって頭にならないと出られないやっぱりそういうものはなかなかさ、なんか大変だよね。うんうん、鍛錬が必要ですね。ね、え、マジでショールームだったら本当にさ結構さ、うん、頑張ってるけどね。だからショールームでなんかちょっと褒めてほしい。なんかでも昔はショールーム選抜とかあったみたいよ、ミュージックビデオ。ね、だよね。なんか最近はないけど。ないけどね。てか今日1月24日ってやばくない？1月さ1月なんか記憶にも記録にもなんかあんまりわかんない、なんかあんまりなんか何したかわかんない。1月もう24日ってやばくないですか？そうだよ。ふさんは、ふさんのさ新しいさ今年のさ生誕 T シャツとさカバンの案見せたっけ？さんに。え、見てない。あ、見せてないか。いいよ。出しちゃったわ。え、写真ないの？今回ね、紙でね、渡したの。前回は、あの、あれだった。書いたってこと？もう、実際に。ネットだったけど、今回は紙に書いた。もう、え、絶対ね、でもね、可愛いって思うさ。絶対可愛くない。T シャツできたらあげるから聞けない。癖強そう。でも T シャツは嬉しい。T シャツできたら。面白いよね。人の生誕で生きてさ、うん、練習するの面白いから好きよ。うん、いや、いいと思う、非常に。楽しみ。絶対画伯でしょ。いや、本当に可愛い。お世辞でも上手ではないでしょ。え、でもね、みんなに何人かにね見せた時にはね、うん、トートバッグは可愛いって言われたよ。ああ、何にしよう、生誕グッズ。イさん去年かな、猫だったよね去年。うん、でもなんかもうちょっとなんかなんだろう、イラストな感じがいい今年は。うん、紙に書くのとさ、うん、ね、あの携帯で書くのどっちがいいんだろうな。ね、なんでさ、なんかあんな先輩とかさセンスいいの？
すごいよね。すごいすごい。すごいよ。でもイサンのも可愛かったよ、猫。本当？黒いやつ。黒いトートバッグよね。うん、猫の。あれどっちも今実家にある。あれ使わないの。あれあれ。いやなんかやっぱね。うん。なんかだってさ、あれ持ち歩いてたらさ、遺産ってバレるじゃん。え、バレるかな。バレないか。でも片方だけでしょ、あの、まあね、確かにプリントされてるの。え、可愛かったけどね。と、じゃあ買って。うん、うん、もう買えないね。そうそうか、そうか、そうか。今年にならないとも、去年のは、うん、販売終了しちまったからな。しちまったな。しちまっただ。しちまったな。あったな。よもやよもや。ソフトバンクホークス。何？ちょっと対抗したのふさ。ソフトバンク？うん。なんでソフトバンクの話題はさ出ないの、うん、全然出ないってどういうこと？ソフトバンクファンがいないってことですけど、ドラゴンズとさカープの話しか聞かない。リーグ、ね、サセボバーガーって何が入ってるの？中身。お肉、ハンバーグ、焼きそば、ナゲット食べたい。ウーバー買いに行きない。この前コンビニのウーバーしたの、めっちゃ便利だった。え、すごくない？コンビニでウーバーができるんだよ。コンビニは行けるじゃん普通に。近い。でもそれさえも寒すぎて嫌だったの。そこで、うん、え、お金かかる？かかる。お金はかかるよ。でもね、手数料何円かぐらい、そんな高くなかった。コンビニできるんだ。そう、普通になんかすごいね。ピックアップしてほしいものを選んだら、ウーバーの配達員の人が選んで、うん、普通にお会計して届けてくれる。そうなんだ。めっちゃ便利。すごい。すごくない？今の進化。今の時代すごいな。そう。コンビニ。そのさ、さじ加減次第なの？例えばさ、おにぎり欲しいですって言ったらさ、具はさ、お任せとか。いや、全部選べるよ。選べるんだ、すごいね。そう、選べる。選んで届けてくれる。しかも今会わなくていいからめっちゃいい。ウーバーコロナになっ、うん、まあ、やれでさ、ドアにさみたいな、そう、置いといてくれるの。じゃあ良きかな。よきマルフォイ。雪の海、雪の富士。雪の富士の勝利。なんだこれ、何の話をしているのか。何の話もしていない。いやいや、雪かな。雪。もうちょっと雪の前髪を増やしたい。いいよ。うん。え、今切る？違う、増やすの、切るんじゃなくて。どうしたらいいんだ。え、切らないと増えないよ。あ、そっか。前髪のことならね、イサに聞いて。いやー。え、水も甘いも。水も甘いも。この辺のこうやって取ってさ。なんかこうやってやってるよね、いつも。そうだよ、これでしょ。あ、それだそれだ。水も甘いも知ってるの。あのね、もうね、失敗も成功もね、両立させてる女だから。見てほしい、ここにね、うん、ある。めっちゃね、うん、めっちゃあるの。え、どういうこと？ほら、これが何？いてはいけない人、本来ここにいてはいけない人なの。だから、それを切ったことによって前髪。めっちゃお腹鳴った。聞こえてない？聞
こえてない、さんの耳が遠いんだえ、じゃあ成人式の時どうしたの、前髪そうやってやったの、止めてもらう成人式の時。え、フさんとさ、フリスでお揃いだったよ。お揃いで。え、見てたよね、やっぱり。え、それでね、過去のね、やつね、見返したんだけどね、ちょっと違ったから。ほんと？フさんもなんか、イさんから写真送られてきた時に、え、送ったよね、LINE でさ、似てるって。だから一緒かなって思ったらね、一緒ではなかった。誰だっけ？やっぱリスペクトなんで。リスペクトしてるんで。若干違った。でもめちゃめちゃ似てた。ね。うん。同じのかなって思った。同じのは着させないのかな、やっぱり。会社も多分違うよね。違うよね。どれだっけな。F さんさ、選ぶときさ、色さ、なんか先輩と被らないようにとか言われてた？うんうん、言われてなかった。あ、自分の好きなやつを選べたの？てか、F さんもう決める時間なさすぎて、1週間前ぐらいだったから、何色がいいですかって言われて。うん、ピンクみたいな。そう、そしたらもう勝手にあれしかなかった。どっちがいいってかもなかった。もうあれしか準備されてなかった。ギリギリすぎて。そうなんだ。そう。いや、そもそもフさんはいないはずだったってこと？そう、フさんいないはずだったから、もう多分色しか決められなかった。なるほど。でももう一回成人式したいな。なんか、違う色のやつも着た。イさん、寒色も似合いそう。本当？うん、緑。F さん、水色似合いそう。あ、水色はいいなって思った。F さん、あれ着てほしい。エルサみたいな。エルサ？え、なんかさ、なんかさ、名前にさ、冬ついてるからさ、まあ単純だけどさ、うん。絶対水色似合うと思う。水色に、あの、なんかさ、うん、首の周りがちょっとなんかあの、あれ。こういう白いさ、ふわふわのファーみたいなのを着てて、水色の生地。なるほどね。やつ着てほしい。だからもう一回していいよ、成人式。さん、これ。ああ。似てるけどちょっと違うんで。まだふさんが、ふさんだ。いさんはこれ。え、やっぱ金屏風なんだ、ね、似てるよね、めっちゃ。似てるけど。一緒ではないよね。やっぱ成人してるんだね、私たち。ちょっと違う。でもめちゃめちゃ似てる。うん。真似した。嘘。真似してない。いいよ。でも、ふさん、もともと着る予定だった地元のやつがピンクだったから、ピンクって言ったんだよね。地元に出れて、地元でピンク着てたら、AKB では違う方、違う、全く違う色選んでたと思う。かっこいい AKB のやつAKB ではってさらっと言ったね。AKB ではさらっと言ったね。東京かっこいいわ。やっぱ名古屋のやつも楽しかったけど、やっぱ東京への憧れがね、うん、抜けない東京への憧れ。そうそう、捨てきれぬ東京への憧れ。でももうね、無理だもんね。ね、無理なもんは無理なんだろうね。でも全くなしより愛知だけでもあってよかった。本当によかった。中止よりマシじゃない？うん、確かに。 AKB の人とかはさ、延期になってるのかな、今東京だから、うん、なんか博多はやってた成人式。え、やったんじゃない？福岡やれたのかな。あ、独自で、こんなん、うん、どうだろうね。え、もう一生バラバラなのかな。え、サーヤちゃんの時ってできたんだよ。できてた、できてた。できたのか、サーヤちゃん。ああ、イさんたちの代からか。だけど、来年もむずそうじゃない？厳しいかな。どうなんだ？え、わかんない。なんか、いつまでさ、この状況が続くのか、本当にわかんないからさ、何もわかんないよね、うん、本当に。うん。先が見えない。私たちは先の見えない暗闇の中にいます。うん、宗教の人みたい。ここから抜け出すには、神を信じることです。神か。
遺産教、遺産教開くから。みんな遺産教開くの？うん。みんな来てね、遺産教。いいよ。ありがとう。いいよ、いいよ。いいです、いいです、いいですよ。いいです、いいです、いいですよ。いいですよ。ふさん、受け継がないの？キャッチフレーズ。受け継がないよ。あれなんかさ、受け継いだやつだよね、こっちゃんさん。うん、そう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 。なんかさ、誰かに渡すのかな？渡さない。ゆっちいたらさ、いたらね、そう。ね、いたら絶対さ、皆さんのチーズを、なんだっけ、圧縮？うん。もう終わりなのかな。どうだろう、誰かが受け継ぐかもしれないね。サイリウムも受け継いだしね、ココナさん。確かに。こっちゃんさんって赤白緑だっけ、赤白、赤白だっけ、赤白、赤白、ごめんなさい、ゆっちの赤白黄色が出てくる。ああ、なんかさ、ゆっちがさ卒業してるってさ、うん、思えないんだよね。いや、私も思えない。ナルピーさんもさ、また次公演行ったら一緒になるんじゃないかって思っちゃうもん、なんか、うん、なんかそのそもそもさ、メンバーと会う機会も減ってるからさ、うん、なんかいるような気がしちゃうよね。そう、それはある。だから信じられない。なんかそれもあるし、なんかちゃんとさ、みんなが集まってさようならみたいなのがなかったじゃん、ゆっちとかは、うん、特に。だからなんかいる気がする。ね、本当だよね、うん。なんかやりたかったよね。うん、やりたかった。来る会みたいな。だから、キューキーの人誰もやってないもんね。うん、確かに。確かに。卒業公演はやりたいな、もしやめると。うん、やりたいよね。でも8人でもさ、なんかさ、8人の時はさ、うん、なんかさ、人をさ、うん、なんか違うチームからもさ出れるみたいなやつだからさ、うんうんうん、なんかそれもちょっとなんか8人だからこそなのかな。確かに、どうなんだろう。それだったらなんかねみんなでさ出れるじゃん。いや、でも8人で卒業公演もね、本当はいっぱいいてほしいよね。確かに。人を呼べないしね、卒業ブロックで。うん。うん。そうか。ちょっと悲しいな。でも、さ、仲いい人が他のチームだったら頑張って覚えて出たいな。うん。出たい。うん。イサンも出たい。出たい。出たい。9期何人辞めたかな。9期何人も辞めてるのに一人も卒業公演してないから、なんか実感がない。ないよね。うん、いると思っちゃうね。いや、でもなんか同期の卒業公演って嫌だな、なんか寂しい。そう、そう、体験したことないから分かんないけどさ絶対泣くよね。絶対泣く。悲しすぎると思う。卒業公演してないから本当に誰も辞めてないような気がしちゃうね。会ってもないし、卒業後は、うん、急にいなくなったような感じで、なんか辞めた感じはあんまりないよね。うん、行かない、いそう、うん、みんな元気かな。元気かな。でも元気で、ゆっちはゆっちさ、なんかみんな割と SNS やってるからさ、生存確認はできる、ね。うん、ゆっちはスムージーを飲んでるよ。そうなの。ゆっちなんかスムージー作ったみたいなのツイートしてたじゃん。スムージーだっけな。なんかおしゃれな写真、こっちゃんさんからのプレゼントもらったよっていうの。あー、めっちゃなんか言ってない？めっちゃ落としてるよ。
うん、すごいね、通知が来てる。見なさい。見なしたい。見れないんじゃよ。もし、でも、やめた後にさ、SNS さ、しないかもしれん。わからん。したくなっちゃうかな、やっぱり。どうなんだろう。したくなるかな。ふさん、めっちゃスローモーションだよ。どうしたの？どうだろうね。ふさん、めっちゃスローモーションだよ。え？何がスローモーションなの？え？なんか、絵がもじゃもじゃにしてて。今？今？みんなっぽい。え？イサンだけじゃなくてみんなかな？宇宙人、宇宙人音声水中にいるみたいって書いて、ちょっと待って、カッて。え、どうしたらいいの？治んない？え、やだ。あは、僕ベッキー。え、やだ。やだ、なに？やだ、どんだけ。どんだけ、どんだけ。え、動かないの、さん。いや、今、治ってる、治ってる。治ってる？さっきだけ？うん、一瞬変だった。ほんと？うん。変なこと言ったかな？バンされた？一瞬。うん。え、でもね、治った？何されて、バンされたことないの？さんもないよ。え、どんな感じなんだろう？体験しちゃいけないけどさ、なんか。どんな感じなんだろう。プチってなるのかな。あ、今ふさん水中に行きましたね。水中に行ってるよね、みんな。水中に行ってる。え、どういうこと。声が困ってる。水中に行く瞬間があるよ。なんか、あんとかかんとかみたいな、なんかめっちゃスローになる時がある。やだ、今普通。ねえ、やだ、何それ、怖い。自分ではわかんない。タケコプターン。ダメだ、プサンの Wi-Fi ね、混む時間になるとね、あれ弱ってっちゃうんで。あれだからか。混む時間とかあるんだね。そう、8時、6時ぐらいからこの時間とか、6時から9時の間はめっちゃ混む。ちょうどかわいそう。だ。10時以降は混まない。ああ。それ使ってる人がいないってこと？え、10時なんて朝じゃんね。どういうこと？え、だけど10時とかさ、普通にさ、なんか自分たちはショールームとかするからさ、うん、寝ないじゃん、全然。うん、え、でも普通の人は寝るのかな、わかんない。でもショールームの年齢制限でさ、10時からやる人ガクッと減るからさ、そうなったら結構いけるんだけど、この時間とかは若い子もみんなできるから、なるほどね。混んじゃうんだよね、ショールームが。ショールームが混んでるんだ。 Wi-Fi じゃなくて、ショールームじゃないかな、違うのかな。ショールームの人数がやりすぎて、なんかこう、あ、ね、回線が混んで、その回線にフサの Wi-Fi が対応しきれて負けた、負けてる、負けた。スイスイスイ探す、スイ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 エンサーやろうよ。いや、早くやろう。制服いいよ、いいよ。え、なんかさ、これの人だったでしょ。前にドゥ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 みたいなとこじゃなかった？わかんないわかんない。そう、一緒だって思った記憶がある。覚えてないの？え、なんか歌割りが、やったことないですよ、この曲は。あれ？え、よくないの？
ダメだよ。ダメだよ。よくない別に。ダメだよ。なんでなんで、もうやんないじゃん、だって。ダメだよ。なんでやんないじゃん。いや、ダメだって。そういうこと？うん。そういうこと？なんでさ、覚えてない。なんでもないです。なんでもないです。でもさ、普通にさ、もうさ、ダメなのかな？もうやんないじゃん、だって絶対。いや、わかんないよ。いや、イさん、未来のネタバレしたってこと今。うん。もうやんないでしょ、絶対。いや、わかんないよ。今やるとしたら、もうみんな、だってチーム局に割り打てられる。うん。ああ、覚えられるかな？ K2 の曲難しいの多すぎて、なんかついていける気しないんやな。これ。なんか、ちぎるみたいなやつあるでしょ。何ちぎるやつって。なんかずっとさ、レッスンしてる時とかに思ってたの。なんか、見てたの、なんか、ちぎるみたいな振りがある。蹴飛ばした後で口づけをか、うん。そういう系の難しいやつで、ちぎる振りありますよね、髪をちぎる。わかんない。人に委ねる。あるんです。うんうんうん。マジで想像できない。何が？ふさんがやってるところがあんまり、なんか今は想像がつかない。なんか可愛い曲やってこれやってそうじゃない？バナナのやってそうやってそうやってそうだよね。これやってそう。自分も想像がつかないの。こういうの やってたりとかさ、あと何があるっけ、こういうやつやったことないからわかんないけど。世界になれないのはそう、できてる想像がわかんない自分で。何バナナとかやってそう。何やってしまうなんて。だから今キスポジションでよかったなって思ってる。公演のやつ、あれが難しかった。あれはね、なんか K2 だけど、なんか可愛い系だし、なんか振りもさ、なんかあれだよね。可愛い。人間だよね、まだ。うん、人間。なんかさ、そう。人間じゃない、もうなんかもうめっちゃむずいやつはさ、とことんむずいじゃんね。ね、むずいやつはむずいね。うん、悲しい。でもいいはそういうのがあんまないから、全部人間。いい、かわいいよね。全部人間だから。いい、ね、バナナと何をよくやるっけ。入り口か。あれもかわいい。人間じゃないのは、人間じゃないフリとはっていうのは、ずっと言ってるけど、なんかエスケープとかはなんかもう人間の域を超えてるです。悪い意味じゃなくて、いい意味で、いい意味でもう超人的ってことよ。うん、難しいよね。だからそう思うと S も大変そうじゃない？全部さ、かっこいい系じゃない？いやー S 大変そうよね。 S のチーム曲って全部難しくない？難しい。私も S に入ってたら多分一生中坂に泣きついてたな。中坂に一生振りを習ってる。うん、想像しかできない。確かに中坂と桃本さ、同じチームってっていうのもさ、ちょっと楽しそうだよね。うん、ちょっとっていうか相当楽しそうだよ、ね、一生振り習う。一生振り教えてもらうからね。ん、一生教えてもらおうね。そう、一生教えてもらってる気がする。もうコンサートもそうだし、公演も全部教えてもらってそう。絶対にそうなる予想がする。もふさんも教える側にならないと。無理無理無理。これからね、さっき10期生とかに教える側にならないと。無理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 。遺産も無理よ。遺産も無理よ。教える。逆に教えられる。だって10期生に、10期生に聞いちゃうもん、聞いちゃうもん、多分、遺産。絶対に出るってなったら、わかんない。さんもそうだよ。そうよ、そうよ。そうよ、そうよ。そうね。そうね。待って、
もう5時半だ。あとちょっとでちびまる子ちゃんが始まる。5時半だ。何時までやる？めっちゃやったね。めっちゃやった。わかる。3時10分ぐらいから始めたもんね。一生喋ってた。でもさ、本当にだってさ、こういうショールームとかしない限りさ、声をさあんま発さんからさ、うん、ショールームっていうさ SNS があってさ、よかったなとイさんは思うよ。うん、ファンの人はもうまあ見て楽しい、楽しいと思うし、知らんけど楽しいって言ってます。みんな知ってます。楽しい楽しいって、もうこれを見てからすっごい運気が上がりました、これを見てからお金が貯まりました、で、あの宝くじが当たりましたとか言うんですよ、ファンの人が。イさんのショールームを見てから、うん、あの恋人ができましたとか。やばい、嘘ついてないか。嘘ついてる。嘘ついた。うん、嘘ついた。今まで全部嘘だもん。今まで言ってきたこと全部嘘だもん。嘘ついたらネズミにかじられるよ。そうなの？針千本じゃないの？うん、何それ？え？嘘ついたら針千本のまっすぐでしょ？前髪増やそうとしてる今。してないよ。嘘ついたらネズミにかじられる。そうなの？うん。絶対広島だよ。違うし。違えし。違えし。今までついた嘘で最大の嘘は何ですか？なんだろうね。なんだろうね。なんだろうね。最大の嘘？うん。なんだろう。ない。嘘ついたこと、生まれて一度も嘘をついたことがないと。それはあるけど、最大のっていうのがわかんないな。でもあんま嘘つけなさそうだもんね、ふさん。すぐ出ちゃうかも。顔ににやけちゃうよね。うん、にやけちゃう。にやけちゃい。にやけちゃい。にやけちゃい、コフスキねえ、笑いのツボ浅いって。ありがとう、一緒にいて楽しい。そんな笑ってくれた方が楽しいわ。にやけちゃいこ、あげる、あげるよ。そんなに好き？そんなに好きならあげるわ、このネタ。いや、好きとかじゃなくて、なんかよくそんなワードパッと出てくる。芸人さんでもないのにさ、何を出てくる。楽しい。芸人じゃないの、イさん。ありがとう。ありがたいわ、イさん。ありがとう。そんな、そんな、笑ってくれてありがとう、イさんのネタ。だって言っちゃってるって。でも芸人イさんは王道アイドルだよ。はい、そうだよ。笑ってる。なんで？あー、ダメだ。その顔見てもらったな。タイコフスキーって何しかも知らないんだよ。タイコフスキー知らないの？日常の頭には出てこない、普通に。音楽家みたいな人じゃない？そうなんだ。わかんない。調べる。普通に人と会話してて、なんか、その言語を聞いたことなさすぎて、めっちゃ笑っちゃった。やば。あ、いたいた。絶対笑わんでね。うん。はい。誰？え、失礼。あ、お前失礼だぞ。誰？タイコフスキーに謝って。ロシアの作曲家。タイコフスキーのフルネーム言うよ、うん、ピョートル・イリーチ・チャイコフスキー。誰？誰ですか？
え、なんでチャイコフスキーのさ歌とかはさ音楽の授業にならない、習わないんだろうね。あれしか習わんくない？お父さんお父さんしか習わんくない？何お父さんお父さん。魔王。あ、知ってる。魔王習う、ね。マイファーザーマイファーザー。マイファーザー。ててててててて。なんでさそれしかさ習わないんだろう。チャイコフスキーも習いたかったよいさん。え、他にもなんか習ったけどね。音楽の教科書ってめっちゃ偏ってない？そう思うとなんか、どの国の人も、どのさ県に住んでる人もさ同じようなのをさ習ってる、うん、まあいいんだけど。太郎 なんとか太郎、博士太郎。博士太郎じゃない。ちゃちゃちゃらちゃ、違う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 、日本の人なんだっけ、なんとか太郎さん習う。森山直太朗さん。それはあれだ。誰か分かんないや。森山直太朗さん。代表曲が出てこなかった。桜。うん。桜。滝蓮太郎だ。滝蓮太郎ですって。違うな。え？絶対そうやろ。いや違う。そう。ま？うん。ま？ま？ま？絶対違うよ。え？太郎、太郎、え違うっけ？滝蓮太郎。これぐらいのメガネをここの鼻メガネしてる人。わかりますか、ファンの人。滝蓮太郎かな、わかんない。ライブしてね。池田楓の面白い画像。池田楓の面白い画像選手権。何？懐かしい、おじさんの写真。え、ふさんないから、ふさんないよね、この。さん顔出ししてなかったからね、オーディション。え、生誕祭やりたいな。生誕祭やりたいの早く。懐かしいオーディションの写真。ゼロポジだっけそれ。結びの一番。うん。ゼロポジじゃないのか。わかんない、ゼロポジでもあったのかな。わかんない。ワイボーワイボーさあ、これから一緒に集まるの。汗をかいて。イさんの生誕祭、イさんの生誕祭にフさんが出れない事件みたいな。めっちゃ泣いたの覚えてる。本当よ。え、フさんのにも出てない気がする。そう、お互いのに出れなかったんだ。あれは何なんですかね、わかんない。誰のせい。誰のせいでもない、わかんない。え、なんでそのようなことが起きたのだろうね。あ、滝蓮太郎、絶対みんな滝蓮太郎だよって言ってる。え、そうかな、そうかな。え、絶対これこの人だって。絶対この人。え、違う。え、違うらしい。音楽室の後ろにかかってた写真と違う。え、それはあれじゃないの、写りじゃない。そんなんじゃなかった、もっとかっこよかった。この人誰？岡本太郎さん。太郎、音楽の教科書。誰のこと言ってるの。滝蓮太郎かな。え、音楽室の後ろにさいっぱいさかかってなかった写真、音楽家の。え、でもさそれ外国の人しかさかかってないイメージ。え、日本人もかかってたよ。これこの人。ちょっと違うんだよな。
その日のコンディションとかじゃないの、たけそんな昔にも写真漏れてるとか、アーシャ撮った日のコンディションがめっちゃ良かったとかじゃなくて、アーシャなんだこれ音楽室の後ろにアーシャ、アーシャあったでしょアーシャ、壁シャあった、いっぱい壁シャか、うん、壁車いっぱいあった。何の壁車ちゃんと見たことないな。うん、あっち側いかんもんね、あんま。うん、いかない。マジで誰のこと言ってんの、ね、分かったら教えてね。日本人だったんだからな。これは全員いたなこういう感じでね、並んでたんだけどね。全部名前わかる？わかんない。もう一回見せて。あ、これがさっきと違うけど全然わかんないな。ね、なんかベートーベンはさ、すごい 怖そうな顔してる。なんか厳しそう。モーツァルトはサンタさん。サンタさん、日本人誰だ。君は制服を着た、うん、歌ってる。日本人、日本人、日本人で飾らないのかな、後ろに。え、なんか外国の人が多かったイメージあるの。へえ。滝蓮太郎かな。でも見てたのと違うな。その時かっこよく見えただけじゃない。え、そうなのかな。かっこよく見えたのかな。あ、滝蓮太郎かもしれないな。マジ。これめっちゃ漏れてるよね。漏れてるとは。違うだろさっきと。え、さっきと違うよこれ。これかも。メガネかけてたもん。ほら全然違うよ。こっちの方が漏れてる。口角が上がってる気がする。そっちの蓮太郎。こっちの方が漏れてるよね。工場の月ってどういう歌？知らない。なんで音楽室って飾るんだろう。なんで飾るかって？うん。やっぱあれじゃない？目で見て感じてほしいみたいな。若いのかな、そっちの方が。わかんない。漏れてるの飾ってあったな、さんの学校。これ聞いても工場の月わかんないんだけど。わかんない。推しはね、いない。推しは誰だろうな。推しの音楽家誰だろう。シューベルトかっこいい。かっこいい。見て。ああ、でもイサンさん、前一時期やってたさ、あの、うん、豚をさ、育てて出荷するゲームやってたの知ってる、イサンが。うんうんうん。それにシューベルトの豚がいて、それにしか見えん。シューベルトの豚がいたの？うん。それにしか見えん。シューベルトの豚。それにしか見えんからちょっとや。すごい、何それ。え、マジでね、飽きて消し、いろいろ終わってた。誰がいいかな。誰がかっこいいかな。めっちゃ面白い記事が出てきた。なぜ音楽室には肖像画があるのか。まさにさんたちが今気にしてたことやが、なんかチコちゃんに叱られるで、ね、放送されたらしくて、うん、結果は楽器を買った時についてくるおまけだったからだって。すごくない？なんか音楽室のそう楽器を買うじゃん、なんか、うんうん、そういうのに販売していた会社がその楽器におまけとして肖像画をつけてたから、うん、学校側が買った時に一枚一枚にはさ価値がないっていうかさ、高くはないのかな、うん、おまけじゃない。だからおまけだからね、そんなに
高価なものではないってこと？じゃあ一般の人も持ってたのかな？どうなんだろうね。どうなんだろう。面白い。面白い。だから、そんなあるんだ。余ってたから音楽室に貼ったってこと。まあ、ついてきたから貼ったって感じじゃない？すごい。すごい。チコちゃんにやったらしい。チコちゃんすごいな。うん。チコちゃん。チコちゃん。チコちゃんに叱られるのやつだよね。そう。寝たい。出たい、チコちゃん。いいよ。出ていい？いいよ。出るね。うん。面白い。深い。深い。深いです、これは。深い話。ただ一分で。本当に一分なの、あれ。うん、一分じゃない？イさんは6時からちびまる子ちゃんを見ないといけないので、うん、ちょっと空中分離してやつをやんないといけない。バイバイ。バイバイ。配信はしますファンの人。さようなら。